おはようございますロッキードリッキードリですすごい久々の YouTube 更新になったんですけどねあの友達とかに YouTube 上げてくれっていうのとか来たりしてね YouTube をやってるということでねお気づきになったら皆さんぜひ見てくださいえ僕は今カンボジアに来てて7日の深夜1時に来て、えー、カンボジアでは来た時に14日間の隔離があるんでホテルで隔離されてるんですけどすごいいいホテルで結構いいですね広くて でベランダもあってでただねあのトイレのトイレットペーパー流しちゃダメらしくて驚きましたねえっとケツ拭いてゴミ箱にしてるんですよはい流してダメででそれで一回詰まったんですよトイレ一回詰まっちゃってクソを詰めてで次に直してもらってで今日ですかねちょうど今日詰まって でいつの間にか流れててそれしょんべんだったんですけどでその後にまたクソしたらあのまたクソ詰まってさっき直してもらいましたもうねクソがねすっごい詰まってるんで、ね、ちょっとねシンガポールでも一回詰まらせてるんでね僕ちょっと僕に問題があるのかホテルに問題があるのかこれはちょっと未解決な事件になりそうですねでまあそんなことはさておいてえっ、ー、と今ハマってるのは漫画 LINE 漫画の囚人陸これめちゃくちゃ面白いです でちょっと前日本に行った時に「東京マまんじゅうリベンジャーズ」っていう漫画をシンデレクスワンと同じ人が書いてるやつなんですけどすっごい面白くてハマりましたねでまあやっぱり僕ジャンプ好きなんですけど一番今熱いのは僕的にワンピースかなワンピースはもうすごい熱いですねおでんが大好きですあとえっ、ー、と僕のヒーアカデミアもいいと思いますね誰かいい漫画があったら教えてください僕あの見れないんですけど日本帰ったら見たいと思います あとね、本当に、まあ雪大変ですけど、新潟の皆さん頑張ってください。僕新潟出身なんで、こっちは暑くて、もう暖かくていいです。2020年も楽しんで、皆さん、バイバイおやすみ